半島の位置から海北極海衛星画像、ギダン半島は、ロシア連邦の北極圏にある半島。約5 0 0トルの長さと、約2 6 0トルの幅を持つ。北は空海に面し、西にある、帯川川口から広がる、帯湾、東に位置する、エニセイ川川口のエニセイ湾に、挟まれている。半島の南西部は、タゾフスカヤ湾がある。 半島の多くの土地は平坦で、多くの池と川が存在している。その土壌は永久凍土とツンドラによって覆われている。この半島の北部、空海に接する部分には小半島がいくつか存在し、その沖合にはオレニー島やショカルスキー島、ビリキツキー島などの大きな島々が点在している。また北岸にはカルミエル湾とユラツキー湾の二つの湾が存在する。 行政上では、ロシア連邦の山ロネネツジ治管区に属している。英語では、ジダンペニンシュラと書かれることが多いが、ジドンスキーやジデンスキーペニンシュラの形で書かれることも、ある。この地からは、マンボスの骨格が発見され、サンクトペテルブルクの博物館に展示されている。西隣にあるヤマル半島と同様に豊富な天然ガスを埋蔵しており、 液化天然ガスを都市1650万トン生産する基地の建設構想がある。約100億ドルを投資して2022年の生産開始を目指しており、ロシア政府は外国からも投資を呼びかけている。具体的にはロシアの大手ガス企業ノバテクが LNG 基地アルクティクニを計画している。ありがとうございます。